スピーカー、これ紙だけになってるというですね。まっすぐ切り切れるかは不安ですけれども、仮合わせしても穴を開けて仮止め的な感じでやっとここまでできたんですけど、ちょっとなんか端っこ少し欠けてるんすよね。ちょっと最後に軽く、まあこれペーパーもかけてきたんですけど、でまあ黒に塗り直そうかなとかなんとか思いながら、でもどうせだったらやっぱこのなんか木の温かい色をそのまま使いたかったので、ちょっと黒には逃げず茶色のままで行ってみたいと思います。やべ、布ついた。しかもなんか最後の最後で微妙な艶的なものにムラだらけになってるというですね。まあいいっすよ、だって DIY ですもん。なんかパイセン言ってましたよね、なんせ DIY なんで。はい、とりあえずちょっとスピーカーの線を適当に、はい、で、25センチなんでハンダル止めちゃいます。止めてしまう前に収縮チューブでむき出しのところは巻いてきます。まあ一応スピーカープラスマイナスあるんでしょうけど、まあなんとなくでつけちゃいます。あっ、オッケー。んでちょっと反対側は U の端子、本来はあの圧着端子がいいですね。圧着ペンチか、圧着ペンチ。オッケー、完成です。まあこれも両方作るって感じですね。はい、両方できましたけど、ちょっとこっち収縮チューブ入れるの忘れました。でまあちょっとこれ軽くここ適当に穴開けてきたんですけど、まあ U 端子が細いんで全然そのまま、あー OK です、ギリギリ。さーて、つけますかね。これでもうこういうこと。あー意外となんか画像的にはこう色馴染んでるんじゃないですか。同じ色にちょっと何度もこういう風塗ったら近づいたのかなって感じではあるんですけど、乾いたってことにしておきましょう。こう置いて固定しちゃいます。ちょっとネジが小さすぎたんで、ここの空洞スカスカだったんですよね。だからちょっと面倒ですけど全部に平らしちゃ、あーそっか、やっぱ MDF ボードはこう弱いんでですね、こういう、あーつけすぎた、つけすぎた、つけちゃいます。しかも最近この木工用ボンドでも乾燥早い方あるんですね。あとはちょっと上の布につかないように上に飛び出てる部分を拭きます。いいんじゃね、これで穴位置合わせて固定。よっしゃ、じゃーん、できました。一番めんどくさいところの作業完成。どうすかね、なんかただパネルつけましたみたいな。普通どっちですかね、ツイーター側が広がってほしいからツイーター側を外にやった方がいいんですかね。普通逆、こっち側、こうが外側がいいんですかね。皆さんどう置いてるんでしょう。ここでこの電線を通しとかんと通らないという、つけてしまったら重たいもんな。車のところへジャンプ、よいしょ。ちょっとどうしようかな、まあ板を先に置いて、んでスピーカーで絶対これ板傷つけそうですもんね。あー、しかももうすでに忘れとった、ここのアース線、スピーカーのところに一緒にアース線があったんで、それはお忘れなく、これに挟めておかないといけません。忘れてたぜ。スピーカーを固定するステをちょっと改めて、あ、全然閉まってね。これを置く。スピーカー線もここ、このコネクタのやつ、こうちょっと先に止めておきます。てか止めておきますって、まあまあ間違いなくこっちにはついてたんですけど、これ間違えそうっすね。作り全く同じっすよ。こっちについとったよね。あ、違う、こっちに、あれどっちついとったっけ、あれドライバーでこじった穴がありそうな、やべ、本当にどっちかわからなくなった。あ、こういう時は多分取り外した時のあのビデオカメラを見直せばいいんすよ。ちょっと見てみましょう。ああ、ビデオカメラの記録っていいですね。ちょっと分かりづらいですかね。まあこれ青と白とありますけど、まあ同じ色は同じ色ってことですね。はい、これで OK みたいです。
よし、とりあえずここは先に固定しておきます。奥にステーがあるんすよね。ちょっと分かりづらいですけど、そこをはめておかないと見えねえや。こっち側だけ見えますかね、あれ真ん中の。だから完璧にはまっておかないととりあえずいけませんよね。よし、これでスピーカーの線を先につなげて、あーマジ固定しに行く。こんなもんか。ネジの穴わかんねえ。ネジの穴合わせましょうかね、下トランクから。で、ちょっととりあえずこういうことですよ。よいしょ、これであれ木がずれてる、この挟んでる木が、こいつを合わせて、で上にスピーカーが来てることを願う。よいしょ、よっしゃ、よいしょ、やっとはまったか。角度的にどうすかね。あ、まあまあいいんじゃないですか。ちょっと非常にギリギリっすね。だからビョンとか跳ねたらゴトってガラスに、まあ、当たらないように、だから木挟んでギチギチに固定してるんですけどね。どうすかどうすか。多分両方ともギリギリで、とりあえず固定できました。はい、あ、一応鳴るかだけテストしてみましょう。まあテストはスキップということで、ちょっと全部戻していきます。まあまず横のピラーからですかね。まあこいつはもうハマってるだけって感じなんでですね、どうやったっけ、まあこんな感じ、こんな感じでカパってハマるだけです。まあこの鉄をですね、まあ、できたら全部こっちにこうはめておいた方がよくはあるんでしょうけど、こっちにこの角もついてますけど、このままはまるでしょ。うん、はまったとこだ。 OK、 あ、ゴム、このシートガスね、ちょっと何気に難しいんですよね。真ん中はこれなんか変なこう角みたいになってるんですけど、ここにこうはまるような感じ、まあ、こいつをここにこうはめながら、で下をこのこっちの穴にはめながら、上に上げながらはめてって感じですね。ここもだからこのネジじゃなかった、このシート自体の固定はこのネジ2本なんですよね。とりあえずちょっとワイヤーを気にしながら、よいしょ、なかなかでかいんで、よいしょ、ワイヤーは別に固定されてるんで難しいことはないですね。シートベルトかシートベルトを先にかわして、うわこれスピーカー邪魔ではまらんとかやったらマジで笑えます。よいしょ、おっとっとっと、せーの、おいろ、あ、なんかはまれ、はじっこめ、はまったか、なんか端っこが怪しい。あー来た、はまった。この真ん中のスポンジがぐしゃぐしゃなってるんですよね。であとは下のシートはめるだけなんですけど、あ、ネジ締めもやった。シートベルト出すのをですねお忘れなくって感じですよね。よし、まあネジが左右に、よいしょよいしょ、まあ、ここに止まってるって感じですね。根元のところですね。てかここにつけたのはこの板をつけたことによって、まあ、全てにおいてギツギツになったって感じですよね。だから多分このシート次外そうって考えるときはなんですかね、スピーカーを外さないとこれなんかハマりすぎてて多分外しきれないですね。変なこだわりするのはいいですけど逆にこの触りにくくなってますね。どこですかね、まずここのもう端っこですね。ここがもうギュウギュウに当たってる、まあ完全に当たってますもんね。当たってちょっと食い込んでるっていうのと、だから多分これ今度上にボンって上げながら外さないといけないんで多分上がらないと思います。でまあ後ろもギュウギュウなんでですね、ちょっとまあ当たってはいないんでガラス自体に多分ほらあのクリアランスってことです、 2,3 ミリこっちも、まあ、当たってはいないんですけど、まあちょっとここの食い込みが気になりますよね。シートに型がつきそうですね。まあそんなにしょっちゅう外すところでもないんでですね、とりあえずはいいですけど。おいしそう、おいしそう、おいしそう、
はい、最後のようやくシートでございます。よっこらさ、こいつがまたちょっとはみにくいんですよね。とりあえずシートベルトをはめてからでいいか。まあこれもここにこう針金がこう3つぐらい出てるんですけど、こいつをこうはめながら、よいしょ、どの辺かな。まあこんな感じでいいのかな。よいしょ、シートベルトがこれ出とかないと車検の時に怒られるんでですね、怒られるっていうか車検が通らないんでですね、こうかな、角度側からで、ここまで来ると今度は下にはめるところがあるんすよね。ちょっと、まあ、見えづらいとは思うんですけど、ここに針金があるんですけど、よいしょ、ここの下こんな感じでこう、こいつをこうはめないといけないんですけど、まあ左右ですね、こっち側もあるんですけど、これがまた前に押しながら穴にインするんですよ。どこや、穴に入れたい、穴に。なぜ運転席がすんなり入るのにこっち側が入らない、なんかずれてるんすよね。あー来た、あいてて、カメラに当たった。あー入りました。あー多分簡単に入るな、入るんでしょうけどね、なぜか硬いです。さあとりあえずただただ後ろのスピーカーつけただけって感じなんですけどね、なかなか疲れました。まあ板じゃなくてなんかフロアマットみたいなマットの方がおすすめですね。これはちょっと作業がしにくい。それではようやくまあさっきテストして一応鳴りはしたんでですね、音楽を鳴らしてみたいと思います。それではお聞きください。 TSX11 での音声でございます。スタート。おお、なかなか音綺麗ですよ。おお、いいんじゃないですか。ちゃんと左右、左右なっております。おう、どうぞ聞いてください。はい、まあこんな感じでですね、とりあえずまあなんか当時のスピーカーって感じの音ですね。なんかめちゃめちゃこうブワーって広がるのかな、あ曲次第ですけど、もうちょっとこうなんかどんぐりコロコロじゃなくてこれだ、あっこっち系の音楽はやっぱり広がりがいいですね。当時の割には全然傷んでないんですよね。もうちょっとなんかこうバスが効いたような、変わんねえあんまりあでも全然なんかこう今まであのエッジですっけ、周りが完全死んでるようなスピーカーから比べればそれはもちろん良すぎてなんかもう分かんないですねなんかボックス型ってでももともと結構音楽良かったりしますよね。まあ、だから普通にスピーカーだけ変えても良かったんですけど、なんか多分トランクをボックス的な多分感じで使う感じになってる感じだったんで、感じおお。なんか割れそう。まあ当時物っていうことが、はい、一番でございますよね。
まあこだわりのスピーカーでございます。はい。うるせえ。はい、まあこんな感じでですね。今回はですね、このリアスピーカーをまあつけてみた的な感じではあるんですけど、まあでも当時物の割にはですね、これ全然ちょっと良かったんで、個人的にははい、かなりちょっと満足してる感じではあるんですけど、まあでももっとこう音こだわる方はですね、やっぱりもうちょっとこう今のスピーカーじゃないとって感じなんじゃないですか。でもスピーカーって別に古くなっても音質的には変わらないですかね。でも本当綺麗ですもんね、本当に。この歌はちょっと分かりづらいですけど、はい、まあでもとりあえずこんな感じでですね、今回はちょっとなんかこのスピーカー自体には大満足してるんですけど、ちょっとこの板にはなんかあんまり納得はいってないですね。ぎゅうぎゅうすぎて、今後このシート外すのも面倒なんで、まあだから、まあ、参考人とかどういう問題でもないですけど、はい、まあ少しでもいいかなと思ってくださいましたら、グッドボタンとですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ではやっぱりお山が恋しいと泣いては土壌を